はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。先日ね、高校相撲界の一番大きなタイトルであるインターハイが沖縄で開かれました。まあその結果はね、もう皆さんはご存知かもしれないんですけど、団体の優勝は熊本県代表文徳高校、これはね21年ぶりの優勝らしいですよ。はい。そして準優勝が、まあ、僕アミタの母校である鳥取城北高校。鳥取城北高校はね3年連続準優勝ということで、まあ、今年もねまたしても一歩届かずという OB としてもすごくちょっと、まあ、残念な、ね、結果になってしまったと。そして3位に、まあ、先日ね動画を上げた金沢学院、石川県代表の金沢学院、そして神奈川県代表の向井農家工業と、このような結果になったということで、まあとりあえず選手の皆さんはね、お疲れ様という、そして、まあ、文徳高校相撲部の皆さん、おめでとうございます。文徳高校対鳥取城北高校の団体決勝戦の副勝戦、ここでねちょっと僕ね気になることがあったんですよね。でその決勝戦というのが、先方は文徳高校が勝ち、そしてその次は鳥取城北が勝ち、でその中堅戦も文徳高校が勝って、文徳高校がリーチをかけた状態、2対1の状態の副勝戦だったんですよ。まあ、ここでまあ結果だけ言っちゃうと文徳高校が勝つんですけども、それがねすごい際どい相撲だったんですよ。本当にこう土俵際の投げの打ち合いでどっちが先に落ちたかなみたいな、すごい際どい試合で、まあ審判のね主審が、まあ、文徳高校に挙げて、そして、ま、周りのね6人いる副審も誰も手を挙げず、まあ、判定通りで文徳高校が勝ちとなったんですけど、まあ、その相撲がね本当にすごい際どいんですよ。確かに主審が、ね、文徳高校に挙げたのも、まあ、角度的にもそうですし、すごい主審のいる角度から見たら、まあ、勝ってるように見える文徳高校が多分ね。ただそれをこう動画で YouTube に上げてる方がいて、それをこうスロー再生してみると城北が勝ってるようにも見えるんですよ。これは僕は OB だからというよりも、まあ、これは事実ですね。客観的な事実として勝ってるようにも見える。でもすごい際どいんで、まあ、多分肉眼での判定ってね難しいんじゃないかなと思うんですよね。その後ね鳥取城北高校サイドがね勝ってるんじゃないか、まあ、アピールしたりとか、まあ実際にねその副賞の鳥取城北の選手がもうちょっと納得できないみたいな感じになってたんですけど、まあそれはね誰が悪いとかじゃないんですよ。文徳高校の選手だって一生懸命やった結果で、まあ、城北の選手もそうですし、まあ、審判もね審判の方も自分の見えたものをやるわけですから、まあ、肉眼で判定してる以上はねそういうことは起こり得ると。ただここなんですよ、僕ね肉眼ってね絶対間違える、人間って絶対間違えるんで、その、まあ、何人いたってね相撲みたいにこう際どい一瞬のなんかね本当に際どいところってね絶対ね分からないんですよ。まあ、僕もね審判やったことあるんですけども、本当に際どいのはね近くだって分からない。だからね、まあ、僕が言いたいのはビデオ判定しちゃえばっていう、アマチュア相撲でもね別にビデオ判定入れちゃえばいいじゃんって思うんですよ。そのでっかいスクリーン大々的に出せっていうよりも、なんかちっちゃい、なんでしょうね、その本部の何人かが見れるだけのモニターがあって、そこに際どい質問あったら、まあ、審判行ってチェックすれば、まあ、解決なんじゃないかなって思うんですよね。まあ、学生スポーツってそもそも時間限られてるわけじゃないですか。高校だったら3年間、大学だったら4年間みたいな、しかもそういうインターハイみたいなすごい大事な大会で、まあ、そういう風に負けるとね後味も悪いじゃないですか。まあ、勝った方もなんかスッキリしなかったりするし、そう、その限られた時間に自分のエネルギーをこう注入して頑張ってるわけで、それがそういうなんかあやふやっていうか、そう際どいねあれで終わってしまうのってすごくね、やってる側からしてもねなかなか消化しづらいもんなんですよ。はい。まあ、僕もそういう際どい負けの経験あるんですけど、だったらもうビデオ判定ではっきり白黒つけちゃって、そしたらもう双方納得ですよ。もう勝っても負けてもね、もちろん負けた方が悔しいですけど、そのもう客観的な事実としてねビデオでもバーンって出された方が、まあ、気持ちに納得つきやすいと思うんですよね。なんか別に文句も出ないしそれだと。だからビデオ判定を入れない理由ってないんじゃないかなって思うんですよね。しかも今は他のスポーツでもビデオ判定ガンガン入れてるじゃないですか。サッカーだってねワールドカップでもこうやってVAR やってるじゃないですか。サッカーの場合ゴールのねゴールのラインのアシスタントも機械でやったりしてるじゃないですか。野球だってチャレンジの判定あるし、そのね監督が際どいプレーに対してリプレイ検証を要求できるわけですよ。だから他のスポーツは普通なんですよね。だから全部ね機械でやっちゃえばいいんですよ、分かることは。そしたらもう人間があの
まあ、僕昔から思ってたんですけど、その主審はまあいいとして、その副審6人もいる必要あるみたいな、そのビデオで撮ってそれで判定しちゃえば終わりなんだから、そしたらそこの人数も減らせるじゃないかなと思うんですよ。まあもちろんこうやってね言うと、いやこれは伝統だみたいな意見あるかもしれないんですけど、そういうなんていうんですかね、変えられるものって変えていけばいいんじゃないかなって思うんですよね。審判団もその6人主審含めてなんか何人だわかんない、6人か7人ね、なんか何試合後とかに交換して交換してって、そう準備するの大変じゃないですか。だったらビデオとまあ、主審とあと何人かちょっと数減らして置いとけば、ね、ビデオ判定して終わりと、際どいのが終わりと、で分かりやすい相撲も多いですから、それは主審だけでいいわけだし、そもそも副審が必要になる相撲ってたまにしかないわけですし、そこのなんかコストをちょっとカットできるんじゃないかなって思うんですよね。僕だったらそうやるかなって思いましたね。皆さんはねちょっとどう思います、そのビデオ判定、相撲のビデオ判定について。多分プロもねあるらしいですよ実は。だからアマチュア相撲にビデオ判定入れるについてちょっとどう考えてるのかなって、もしよかったらなんかコメント欄とかに書いていただければなと思いますね。そしてそのね、まあ際どい相撲つながりで言えば、もう一つね僕がまたちょっとこう違った話になるんですけど、印象に残ってる話があって、それがね僕は高校時代の話なんですけど、高校鳥取城高校の監督の石浦先生にねよく言われてた言葉があって、際どい相撲はもう全部負けになると思えって言われてたんですよ。特になんかね鳥取城高校、いえば強豪校で、なんていうんですかね、まあこう言ったらあれですけど、よく思ってない人もそれなりにファンもいるしアンチもいる中で、際どい相撲になったら部が悪いぞと、だからしっかりと勝ちなさいと、誰が見ても分かるように勝ちなさいっていうのはねよく言われてましたね。これまあそういう今回のね際どい相撲もまあ言えばそういうことなんですけど、ちゃんとね勝っとけばよかったみたいな話なんですけど、またねそれはまた別問題、それはこちらやる方の心構えとして持ってればいいんで、ね、判定するのは別機械でね判定して、やる方はしっかり勝つと、綺麗に勝つということをね心がけてでいけばいいんじゃないかなと思います。まあ何はともあれね、文徳高校相撲部の皆さんおめでとうございます。そして負けてしまった全ての高校部員の皆様、まあ、お疲れ様でしたと、まあ、まだねこれからもねいろいろ大会何個もあるんで、また精一杯ね頑張ってください。皆さんもしよかったらね、その皆さんの考えをね聞かせてほしいんですけど、アマチュア相撲界にビデオ判定どう、ということで今日の動画は以上では。